これまでの新年生活を振り返ろう。はい、ということで、なんと今年、1週間心霊スポット生活が帰ってきたと。せっかくならば、まあこれまでのね、歴史というか、1週間心霊スポット生活がもう我々のこう、なんていうんですかね、こう一番原点というか、形なので、まあそれを振り返って、そしたらよりリボンを楽しめるんじゃないかという企画でございます。なるほど。まず第1回が、西尾さんが主人公のまあ、ホテル活魚と呼ばれる、まあ、関東で有数の心霊スポットで行われて、まあ、僕らにとっては、まあ、YouTube を始めて1年半ぐらい経った後の初めての大型企画。うん、これならね、1週間住んでいきますか。いや、これでね、また心霊スポット生活のね、充実度がね、増しましたね。あ、気づけば2ペア住める。自分の身の安全も考えてくれと主張する西尾が真っ向から対立。おー、ちょっと待って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 、ちょっと僕は撮りたいです。おー、撮った撮った撮った。ごめん、大丈夫。あー、面白い。1万人に乾杯。なんか当時ね、そのツイッターで、あー確かに千里ツイート行ったらここの心霊スポット1週間住みますみたいなのをやってみようぜみたいな話になったの。なんかこういうの全くやったことなかったのにやってみようぜみたいな、でも企画やること自体決まってて、そうだね、で試しにやってみようぜみたいな感じになったら、確かね、企画の前日だったかな、達成した。そうだよね、ちょうどよかったのか。そうそうそう、だからこれどっちにしろ千里ツイート行かなくてもやってたんですけど、やってなかったんですけど、ただ本当に前日にちょうど行って、で新規の人からしたら、あ、なんかやってるっつって家にリツイート押すじゃないですか。して1000行ったら、次の日から開始しましたって始まったんで、あ、すごいスピード感だなみたいな。だから企画ロゴに、ね、ハッシュタグが入ってるっていうのは、実はこのリツイートがそのハッシュタグで使われたっていうので、その名残で今でもロゴにハッシュタグが入ってるんですけど、確かに当時はだからその YouTuber としてはほんと1000人とかの YouTuber が Twitter でまあプチバズりしたみたいな感じで、そっからまあ西尾が Twitter でそのハッシュタグでどんどん投稿してたんですよ。そうだね。だから動画上がるまでは動画のなんだろう影響力というよりも Twitter の影響力が大きいから、そっちで発信するのをいろんな人が見てて、おめっちゃいろんな人見てるよみたいな感じでしたよね。いろいろ斬新だったらその投稿スタイルも、もうその撮った翌日にアップロードっていう撮って出しだったね。撮って出しで、でまあその西尾がツイッターでリアルタイムで進行してるから動画もリアルタイム性があった方がいいとか、実際その1週間からしたらどうなってしまうんだっていうのをリアルで終えた方が面白いっていうので、そのスタイルでやったっていう感じなんですけど、まあ後半はちょっとね、もう間に合わないってなってどんどん遅れてったっていうのはあるんですけど、この心霊で初めてなんていうの、オープニングがついたりとか、次回予告があったりとか、確かにそのナレーションとか、まあ、僕は時計盤って呼ばれるものが入ったりとか、っていう今のなんかダイニングループの編集のスタイルが確立したっていうのはこの回ですね。確かにね、企画説明とかも最初にこんぐらいやるみたいなのもね、決まりましたもんね。そうだね。なんでまあいろいろこうなんだろう、礎を築いた企画で、まあこれは心霊だけじゃなくて他の企画にもだいぶ影響は及ぼしていったっていう感じですよね。始まる前、どう思ってました？まあ、僕の観点からいくと、まあ、心霊スポット行ったことなかったんですよね。なんで、あ、そうなんだ。いや、そうなんですよ。いや、なんか、ちゃんとその廃墟的な心霊スポットに行ったことなかったんで、なんかその、本当に怖い、どんぐらいなんだろう、まあ、言うて人がいないだけだろうみたいな感じだったんですけど、初日着いて絶望しましたね。あ、こんな怖いんだって。あ、昼間も不気味なんだよな。昼間も怖いよな。初日3人で現場ついて見たときに、うわ、これできんのかなって思いましたけどね。いや、というのも西尾さんがもうこれマジでやるんですかみたいな。あ、確かに。でなんか最初企画提案したときに、なんかまあ俺が提案したんだけど、まあ自分でちょっとやろうかなっていう半々だったときに、西尾が割といや、これ僕やったわ一緒みたいな、割と立候補してくれたイメージが
ありましたけどね。そうだね、体半な俺なのみたいな感じでかっこよかったんだけど、そうだね、着いた瞬間でもやるっつってませんでしたっけ。でも俺この活業この1年前かなの夏に、うん、なんか異常にみんなで心霊スポットに行くっていうのをやってたんですよ。なんかプライベートで来たよね。プライベートでそれこそ土井谷とか、まあ須藤とかかな、うん、と行ってたんですけど、でいろんなとこ行くときに、はい、なんかそれこそそこで出会った人とかいるときに、なんかどこ行ったとかいう話になるときに、うん、その活業っていうのが出ると、えお前活業行ったのみたいな、あそこやべえぞみたいな、はいはいはい、感じで、活業っていうもの自体がそもそももうこの辺の千葉県民からしたときに、あそこはもう踏み入れるだけでやばいっていう言われ方をいろんなところで気ぃ捨て、はいはいはい、ここで1週間生活したらマジで途中から本当に気くるんじゃないかみたいな。だからなんかあの第2弾第3弾とか2章のがあったからなんとなくイメージはついてたんだけど、第1弾に関しては本当にいや後半もなんだろう、2章がどんどんおかしくなってっちゃったりとか本当に取りつかれちゃうんじゃないかなって思ってましたね。だからそれと比べてこのラストが全然想像と違うわっていう感じになって、はい、なんかねラスト見てる人は正直かもしれないですけど、うん、パーティーしちゃってますもんね。そうだね。なんか印象に残ってるシーンとかありますか？4日目かなんかに近藤さんから電話来た時かな、うん、あーあれね、あのちょっと映りすぎちゃってますねっていうシーンがあるんだけど、近藤さんがまあ第一弾で言うと一番まあほぼキーとなるというか、そうだね。で今思うと本当むちゃくちゃなんだけど、あの頃からしたら結構近藤さんがやってるからガチでやばいじゃん。近藤の信頼度エグかったんだよ。ああだから確かにそういう面だよな。しかもあいつ帰った後に言いやがったからな。そうだね、近藤さんがそのなんか促してもさすがに移りすぎててやばいんで、マジで一回ホテルにあの避難してください、これはもうあの本当に緊急なんでみたいな。その後にそのホテルに一回待機みたいな感じでホテルのシーンが入るんだけど、なんかそのパチスロあのスロット台とか映ってて明らかにラブホテルで石尾と乗りたいがこう言い争いをするっていう、あ待機所ね。あれ面白かったな、あそこすごかったんだよな。当時だからその西尾がやってますでデータだけ取り行って速攻編集しなきゃいけないっていうので、近くにその拠点を借りようみたいなったんだけど、お金もなかったからあそこ1日5000円ぐらい、6000円、まあ、6000円ぐらいだったね。1日6000円で飯食えんのよ。で男同士で行くのでそのラブホを止められんじゃないかみたいな話してたんだけど、あの駐車場から階段上がっていくタイプのやつだったからそれも大丈夫で、酒と飯ついてあそこでずっと編集してたな。そうだね、うん、酒飲み放題って飲み物は飲み放題でグラス開けたらね次のと交換できるまああれっすかね、僕の中の記憶やっぱ印象残ってるので言ったらやっぱあれっすかね、3日目か4日目か分かんないですけど、まあその後かな、なんかスタッフがなんか5日目かな、なんか地球品渡しに来たと思ったらなんか酒だけ置いておいて帰ったところかな。ああ飲みたいにえ酒の時じゃないの？あ、酒の時か。酒だね。ブラック日課なんでね、しかも。だから一応ルールとしては、その、毎日支給品が西尾の元に届いて、まあ、これがなんかその、心霊スポット生活に役立つものっていう感じなんだけど、はい、それでなんか途中から結構もう適当になってきて。なんか支給品じゃないんだよね。で、なんか、とにかく酒で気を紛らわせみたいな感じで。でっかい段ボールにその瓶のブラックに輝いてるちっちゃいんだよ、しかもだからそのあれですよ、その日で言ったらその近藤さんの話から怖いねってなって、そのやばいよやばいよってなった次の日、もう支給品がやっぱもう心の拠り所じゃないですか、うん、何来たらさ酒来てんで、でしかもブラックにからコンビニでしょ、でスタッフさんもそそそそ帰っちゃうんで、怖いしてやってらんないなって限界だなって何かありましたね当時。やっぱ確かにな、何置いていけばいいんだろう。それは確かに。でも医者自分で塩を 5袋買ってたからね。確かに。そのあと、あら怖いですよやっぱ。俺らも別になんかその鬼畜スタッフっていう言葉はなかったじゃないですか。なかったね。ですけど、まあその鬼畜スタッフみたいな概念が生まれたのがあの時だよね。そうだね。割とこうキツスタッフ側はいやもう頑張ってやるみたいな、こう結構突き放すスタイル。ナレーションでまあいじるぐらいの感覚でしたけど、最終的にグッズまでなりましたから。そうだね。確かに。でここでまあもう一個有名なフレーズというか、え言うとそのあの真っ向から対立、ああここ有名じゃねえだろ、ここ、ね、ナレーションの文言で、はい、まあ、これ僕ら界隈ですげえ有名なんですけど、その西尾が一回ホテルに避難した時に
その視聴者が求める面白い動画をというスタッフと、はい、その安全性を考慮してくれという西尾が真っ向から対立っていうフレーズがあるんですけど、うん、これがね、あの真っ向から対立っていうのはその各心霊スポットの時に必ずそのスタッフと対立した時にそれが出てくると。あ、ちょっとやっぱそこはもう軸になってるんだ。これはだからそのなんていうの、隠れミッキー的な感じだったコロナファンの人真っ向から対立したみたいな。まあ、あと思い出すとしたらやっぱあれですかね、5日目からそれをなんか銃持ってきた、あのエアガンをとにかく撃ちまくるやつがいたじゃないですか。あいつは怖かったな。あれやっぱ怖いよね。あいつガチで分かったじゃないかって、一人で「おやってる?」みたいななんか来て、で、ね、俺いつもシューティングレンジの人使ってんだよみたいな感じでなんかエアガン撃ち始めるんですよ。あれマジでちょっと普通の訪問者ってやっぱ死んでみくるじゃないですか、うん、だからちょっと異質すぎてやっぱ今の記憶に残ってますね、うん、確かに。だから訪問者っていうその概念みたいなのも今回から生まれていきましたよ。確かにね。だから訪問者って基本なんかそのあ見に来てとか一緒に回りますかっていうのが軸だと思ってたら、そこの概念一気に変わっちゃったから、あこんなやべえやつも来るとしたら死んでる生活こっちもケアしなきゃいけないんだみたいな。まあ、それもやっぱ一つのあれですよね、その、まあ、心霊生活のね、まあ、醍醐味というか、感じですかね。みたいな感じで、まあ、なんか、すごく、スタート地点って感じの動画で、うん、まあ、なんか今見ると、ちょっとこう、なんていうんだろうな、ちょっと恥ずかしいというか、あらがすごくて、なんか恥ずかしいっていうのも、なんか、一本目っぽいよね。確かに。うん、で、こっからですね、徐々にこう、第2弾、第3弾と振り返っていくので、ちょっとメンバーを変えながら、お届けしたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、第2回の、まあ、男女編、まあ、まあ、僕ら加藤編って呼んでるんですけど、はい、ちょっと振り返っていきたいと思います。マジあれは最悪、本当に。おい、ふざけんな、俺のタバコ。正座させられていた。ちょっと、ねえ、置いてかないでよ。何だってのおはようございます。おはようございます。嫌なやつだと思ってたんですけど、はい、待って待って、ちょっと待って、ねえ、本当にちょっと待ってよ。うわっ、もうなんでそういうことすんの、本当に無理。ありがとう、あげる、ありがとう。ミキ好きだ。俺だから僕は結構スタミナあったなって思うのが、はい、この年に2本あげてんだよね。いや、そうなんだよね。で、確か7月のね、まあ、20日ぐらいから西尾のやつを取って、うん、加藤のやつはもうそれ終わって8月のもう真ん中ぐらいには行ってたもんね。言ってたね。なんだろうなって、もう中旬ほんとお盆の時期にはちゃんとあげれてたよね。そうだね。わかりやすく味しめてたもんね。でもすごいよね、その2本来年でとはなんないもんな、ここだっていう。まだ夏終わってねっていう感じだったよ。まあ、新年上がり終わったのが8月のもう前半で終わってたから。そうだね、8月期間どうするかっていうのはちょうどよかったなと思って、うんうん。まあでも個人的にはもうこれの心霊が僕の中で一番思い出に残ってるというか。あ、お前も。うん、いや俺も好きだね、これは。なんかいい思い出なんだよね。思い出だね、完全に。本当にね、なんか山の上でのなんかあれの生活とその、うん、もろもろ含めてのこの本当に低予算で作った下積み感。はいはいはい。これがなんかね、いい思い出になってますね。確かにな。それこそ僕の心霊と加藤の心霊、どっちもやっぱ僕の中のイメージで、まあ、廃墟と、あとやっぱ自然のイメージなんですよね。うん。って時に、まあ、僕の心霊の方がやっぱあれ関東付近でジメジメしてたんですけど、うん、これやっぱ上の方じゃないですか。涼しいんだよね。うん。だからなんかそのなんか爽やかなノスタルジーのイメージがあるんですよ。ああ、まあそうだね。まあ、景色とかなんか場所も良かったし、空気澄んでたね。ジメッとしてなかったよな。しなかった、ね。だから寒かったよな。寒かったね。確かに今振り返ると、加藤が、なんか寒いっつって上着着るんですけど、その上着僕のなんですよね。ああ、そうだね。で、岩田の上着俺が着るっていう。そうだね。とりあえず、まあね、この、まあ、ほぼ全員で行ったんだよね、それも。そうだね。で、この時も、前回同様、その、毎日こう、リアルタイムで動画を上げていくみたいな。うん。動画を見た人が、行ったらまだ撮影してるみたいな感じでやってて、なんで、まあ、全員で行って、その場で編集部隊も、まあ、ホテルで待機してると。はい。と、なんか撮影部隊と、演者みたいな感じで、うん、僕と、まあ、いいのと、ドイタイの3人がホテルで編集をすると。はい。
で、西尾と安西は現地で、まあ、物の対応をして、うん、加藤と二木が撮影をしてるみたいな感じの構図で分かれてたって感じですけど、うん、そうだね、チーム分けがあったね。そうだから、まあ、西尾とか安西はその現地でまあだいぶ寒いんで、そういう僕を貸したりしてたみたいな、うん、まあ、あと一応東北の方だから寒いぞって結構ハト寝てたんですけど、うん、大丈夫だろって半袖短パン着やがったからで、着いた途端に寒いよ、こんなの撮影できねえよって言い始めたから、もう上着は仕方なく渡すっていう流れでしたよ、もう。いやー、懐かしいな、懐かしいね。その宿もいいんだよな、もう泣かなくなっちゃったんだけど。よくはないです潰れちゃったでしょ。潰れちゃったね。そうだ、当時から正直もう潰れてたようなもんだしな、物理的に。物理的にね、本当に反対してんだよ、その廊下が。見つかったな、そう、またね、なんか懐かしいな、もう最初めっちゃ部屋案内される時もさ、もう廊下行くんだけどさ、クモの巣を避けながら、マジかって思ったもんね。ボロやってことね。だいぶボロやだし。いくらあそこ一泊？一泊確か、3000円しちゃった。3000円とかで、ちょっと高くない？まあちょっと高えなって話になって、俺らもうこの3人分だけ予約して、西尾とか安西もちょこちょこ泊まるっていう、その無理やり4、5人泊まるっていう。まあ、バレてたけど、まあ、許されてたもんね、ギリ。許されてたね。マッチも高いことはあってたが。あの、これで思い出したのが、あの、その、宿のシーン。まあ、岩田のね、あの、X 振り返ったら分かるんですけど、うん、その本物の宿で、あの、飯野がナレーション撮ってると上がってるんですよ。あまた、明らかに空気が変わる地下を歩いた先にあるボイラー室は、一番危険な場所とされている。当時ほら、あの井野さんも iPhone にこうやって喋りながら、あの音を入れるってやつじゃないですか、うん、結構あのアナログなことやってたんだって思いますよね、うん、確かに。井野がもう、まあ、俺とドイタにはちょこちょこなんか行き来してデータ持ってきたりするんだけど、井野もうずっと本当にずっといたな、ずっといてタバコ止まんなかった。タバコ吸えんだよな、そこ部屋で。そうそう、古い旅館あるある。ずっと編集してたら、マジで俺部屋にいる記憶がほとんどかもな。そうだね、飯野は心霊のスポットない。いや、でも何回か出たか、何回か行ったか。俺前半マジでね、ずっといて、もう多分後半本当にもうダメだったんだって。うん、その旅館飛び出すんだけど、そのパンツの状態で飛び出そうってとんでもない状態だったし、狂ってたら最後もう。あとは個人的にやっぱ覚えてるのは、その前半はあの、うん、もうとにかく1人確かに3万集めて、はいはいはい、この時はなんか予算で言ったら20万ぐらいあったんですよ、うん、でほとんどまあそこのホテル代とかになったんだけど、残ったお金で、あのご飯とか買ってたんだけど、うん、どうやらこれ多分もう後半ガスするぞってなって、あ米と塩買って、その炊飯器でおにぎりを作ったやつを現地に持っていくとか。確かに、ね、俺と安西だから、その4日見つかるぐらいで、いや大変だなって話してる中、飯来たよってやったーっつったら、岩田の手だったね、その手作り人形来て、そういうのもあずみとしちゃったよ。行ったもん、宿でおにぎり、のり玉とか結構好評だったけど、違うけどな。ちょっと考えられないけどな、マジで。まあ、あとはね、この回でちょっとその西尾さんの変な心配性の面がちょっと出ちゃうみたいな。え、なんかありましたっけ。ありましたよね。あー、熊探し。はい、熊探し。いや、怖いよ、熊は本当に。熊だが、とにかく熊が怖いってなんか言い出して、息の車内とかで、うん、もう本当熊ですみたいな、一番ヤバいのは幽霊じゃない。そう、幽霊じゃなくて熊です。熊が本当にヤバいんで、マジで死ぬ可能性あるんで、マジで本当皆さん気をつけていきましょうっつって到着したら、じゃあちょっと犬さん、あの熊探し行きましょう。マジで見つかったらどうなる、幽霊みたいなことになる。まあ、まあ見なかったけどね、結局よかったけど。なんか猿見ましたけどね。あ、猿いたね。熊以外は結構見たんじゃない。確かに。よかったら、運が良かったよ、ほんとに。でもあったら終わりだもんな、そこで。まあ、月なのかだからね。それ以外は、ね、なんかとにかくエコノミー症候群がやばいって言い出してる。いや、俺と安西は社内泊ね。西尾と安西はその旅館を正式には取ってないから、うん、その車中泊だったんですけど、はい、車中泊で寝ると、この足をこう折った状態でこう寝ることになるから、この血の血流が悪くなって、そのエコノミー症候群になると足切断になりますって言い出した。熊終わったと思ったらエコノミー症候群になったんですよ。全然死んでる話じゃないじゃん。
まあでもあれっすね、あの加藤の方で思い出したんですけど、やっぱあそこそのなんか風呂とかが皆さん入ってたじゃないですか、うん、加藤さん入れてなかったのがあって、うん、あの一回あのなんか水溜まりみたいなところで、うん、水浴びしてたのを思い出しましたよ、ね、ため息みたいな川とも呼べないようなところで、であのサブの撮影でサブだったんですけど、未公開なんですけど、うん、岩田がとにかくあの寒がってる加藤に対してずっとインタビューするっていうちょっとおかしいんだよな、夏なんだけど風呂だからね、でも寒いんだよな、そこはやってしましたね、うん、まああとやっぱこの回がその訪問者的にも一番盛り上がったというか、確かに、まあ、第1回もそこそこ面白かったんだけど、第1回でちょっとバズった後の第2回だったから、うん、その第1回よりめちゃくちゃ人来たんだよ、とにかく。そうだね、その人たちがやっぱこうキャラ濃くて、まあ、天井のところがね、懐かしいねとかも、あと大村ね大村大村って誰ですか、これ分かんない大村は加藤が一人かくれんぼしてるときに加藤のこと見つけちゃって大炎上した方もあああいつあれね、あのトイレのやつ大村テンポスの大村似てるから大村が大村が食べるんだけどお前別に本家じゃないかな好きだな、俺。てかもうね、夜になってね、後半もう心霊スポット行ってもめっちゃ賑やかなんで、ね、人いんだよ、ね、探索どころじゃないんだよな、もうもはや帰んねえしな、あいつら全然。そう、全然帰んないんだよな、うん、で、やっぱそのヤンキーにやつあったじゃないですか。で、あのヤンキーがいるときに、その加藤がいきなり脅かせに行って、うん、逆ギレされて、うん、お前ちょっと体出せみたいな感じでカツ投げされるみたいなのありましたね。ですけどあれそのもう一回見返したんですよ、うん、それがちょっと面白かったらもう一回ちょっと見てほしいんですけど、うん、そのなんか設定的にはその僕らが奥で待機してて、うん、で加藤もそこにいたと、うん、でその手前の拠点の部分に、西尾が隠れてて西尾がゴーサインを出したら加藤が突撃するとか、はいはいはい、座組になってたんですよ。でヤンキーたちがこうやってって奥からボンみたいな物音とかちょこちょこしてて、はい、ヤンキーが結構あ誰だよみたいな、うん、ちょっとこうね血気盛んな感じになってて、うんはい、いやこれやばいなと思ったら西尾が今ですって多分奥から加藤も、うんうん、ヤンキーが結構キレてるの分かってるから、うん、そこにこう飛び込んでくるのが結局もう敵陣に突っ込んでくるみたいな感じで自殺だもんね、別にで、加藤それ分かってるから突っ込む時にもう、うわーっていうその断髪魔の叫びみたいなあらもろかったな。それがちょっとマジで理解して本当によろしいもう腹くぐった加藤の叫びだもんね、もう死にますっていうそうだカリカズ特攻隊みたいになってんだよ。出る仕方うわぁ、しかも2回言ってんだろ1回止まっちゃったら息継ぎしてるから行こうで、2回目の時もうわぁってこう下がってやばいって思ったんだろうねいや、もう止まれなかったんだろうねないでしょやばい、これ何か面白いんだよな面白いないやでもそう思ったね、当時のその加藤の心霊で僕風邪してたんですよ、やっぱ現場班だったんで、はい、あの僕の心霊の時、これも僕一番覚えてるんですけど大体15から20人だったんですよ、1日当たりそうなんです、あ、いやいや全体だ、全体で1週間で、うん、だったんですけど加藤の心霊はあの70人来るっていう、あ、そうなんだ、すごいね、すげえ、俺もっとでも来てたイメージあったよ、そんなもんなのか、同じ人が何回か来てましたね、あーこれあるあるね、そうね通い出すやついいんだよなだからそのあれっすね、やっぱまあ2回やっぱキャラ濃いなっていうのもそうなんですけど、うん、やっぱなんかその現場班もさばき方を最近やっぱ分かってきたっていうのが1回ありましたね、うん、あ、こういう風にさばいたらちょっと面白くないですのみたいな、うん、だからこの時はもう正直その現場でのこう舵取りというか、はい、そういうのもちょっと何も分かってなかったからこんだけ盛り上がってたら盛り上がってるでええやみたいな感じで後半からその心霊パートほぼなくなってそうなんか逃走中やったり隠れてもしたりしてとにかくみんなが遊ぶみたいな感じになってましたね、うん、それ楽しかったですね、やっぱ当時は、いやそうだ、楽しかったね、これは青春だね、うん、だしなんかもうなんか今やってもこんな感じにはなんないし、うん、っていうこの当時のこのお祭り感と俺らの若さも相まってなんかいろいろ出たなっていう感じ、うん、なんか印象に残ってるシーンとかありますか？あ、俺でしょ？そ
そうですね、やっぱまあパート1、2ぐらいですかね、わかんないですけど、うん、まあ、やっぱ心霊の探索で1階かな、1階の奥の方にお風呂を見に行くシーンかな、あで、廊下みんなで2人で行くんですけど、その後にまた音すんのかな、そしたら加藤が先陣切って人気を置いてくってシーンがいかがですかね、置いてかないよあれやっぱちょっと、あ、いいな加藤って思いましたね。まあでもやっぱその最後の花火じゃないですか何だったんだろう、マジで井戸さん着火役でしたガチで何やる花火も金ねえからさ、なんか数発しか買えないからなんか打ち上げてたな、火つけて。懐かしいな、懐かしいね。いや、キューピッドとして加藤さんからのやっぱ花火が最後したいっていう話から始まってんの、何だったんだよ、あれマジで最後逃げー、好きだ頑張って浴衣もなんとかしてな、そういうミキと加藤のそのビジュアルの差がやばいから、マジでやばい。加藤の人命が確か足軽なんだよ、足軽なんだよ普通に金なくてあの服着てるみたいになってるじゃんセカストで買ったもんな、数百円で確かに、ね、なんだろう、再生とかで言ったらあんま振るってないですけど、うん、僕らの中でなんかすごく思い出深い、まあ、いい思い出ですと思うんですね、うん、じゃあ続いてその翌年の、須藤編に、うん、参りたいと思います。はい、ということで、はい、須藤さん編の振り返りに、はい、お願いします。お願いします、はい、これがもう多分須藤さんのキャリアハイというかええいやいやいや、まだまだでしょ、こっからでしょ、ここが多分なんで、なんか続いてるでしょ、YouTube は真ん中に座れた唯一の企画だな、いやいやいやまだ YouTube は続いてるんですから、もしかしたらこの後のキャリアハイがまだ更新される可能性あるんで、そんなこと言わないでください。でも今結構下り坂じゃないですか。確かにそうですねあなんちゅうと頭じゃないか行ってきます。一番ね、マジで、やばい。お前マジで、本当に、マジで、本当に、マジで、本当に、ねえマジで本当に。寿司ありますよ。サンプルやん。すーげえ。何ここ。あ、痛い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 。犬だ。ここにいたんだな。木村さん、完全に何かに取り憑かれたような須藤を目の当たりにし、緊急避難が認められた。おい、行くぞ戻れ現場に。なんすか、ちょっと待って待って、本当に待って、本当に待って、いや本当にやだうわめっちゃ外じゃん。あー終わったぞー。あれもだから入って1年目ぐらいですか、ね、再建して1年後ぐらいに、なんなら半年後ぐらいだよね。あ、もうそれぐらいか。年明けから入って夏だったんで。あ、そっか、じゃあ半年ぐらいか。半年だってやっぱあのデブ坊好きだからね。あそうだね。いや別に坊主じゃないですどこ鼻とぐらいの髪の量だったんですよ僕は。坊主ではないです、結構短くなかった。ちょっと短めだった。ちょい短めぐらい、犬ぐらいだったかな。あの時ですか。あの時ですね。はいはい。で、須藤さんが、主役。はい。ということで、はい、舞台がですね、はい、まあ、ハイホテルなんですけど、これが本当に巨大な。そうですね。まあ、本当に過去一の広さ。そうね、本当にね。入ったばかりの人にこんなね、大舞台用意してもらえるなんて、嬉しい気持ちでしたけども、はい、やはり怖かったんで、まあ、そうですよね。呼びてましたけど、はい、で、16階の建物 で、はいはい、で、地下もね、3階ぐらいあるんだよね。そうですね。で、地下は本当に全く光が入らないみたいなところからスタートして、うん、で、今回からそのなんかアイテム性と言われるので、うん、須藤さんに地図が渡されて、うん、まあ、そこのでっかい館内をいろいろ探索しないと、うん、まあ、生活がしていけないという仕組みになっている。そうですね。ホテル内の各所には食事や布団などの支給品が散りばめられていて、そこにたどり着けばアイテムを獲得することができる。3日目ぐらいになんないと
あんま日の光入んないんだよね、昼休のシーンで。そうだね。一応拠点が、上がその抜けてんの。そう、上は抜けてんだけど、うん、中は本当に言った通り真っ暗で、ライトつけないと何も見えないというか、うん、この心霊ファンの方たちも、うん、まあ、スドーンとが一番怖かったとか、うん、そうですね、スドーンが一番過酷だったんじゃないかと、うん、そうですね、言われてますよね。いや、本当にそうです。だって、暗い上に広いですからね、空間。うん、須藤さんのビビリというね。いやいや、もうそうです。ますから、今日もあの後ろ、あのこう出勤するときに後ろから西岡が車で「あい!」っつった時に「おい、何でお前びっくりした、お前、この野郎」っつってガチャガチャビビりすぎだろ。何だお前、この野郎っつってびっくりしたっつって、ね、結構僕ビビリなんですよ、結構。ああ、そうだよね。なんか思い出に残ってるシーンとかありますか？あ、でもその感動的なことで言えば、うん、その初めて地上に出てきて出た時かな。あ、これかな。これかも。これじゃないか。こっちだ、こっちだ、こっち来たもん、ちらしね。おー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 、マジか、すげえな。建物の隙間から日差しが差してる感じ、はいはい、神秘的というか、うん、あの感動は本当にこれぞ、なんかその、うん、久々に日を浴びた人の感動なんだなっていう。まあ俺はあれかな、やっぱ須藤がなんか素手で弁当食ってるシーンが好きだった。あ、なんかあのシーン好きなんだよな。箸ねえじゃんで素手で食って。確かにあれ別にそんなね、俺らも悪意があってやったわけじゃなくて、忘れちゃったんだよね、お前らが。本当に忘れちゃったんだけど、久々にちょっとあの思い出しましたよ、家でこう手で食ってた頃。いつのやつね。そんな頃あったの？いや、親はその宗教的に手で食う時あるんですよ、たまに。そうそうそう。で、俺もこう子供の頃だから真似して食ったみたいなことをちょっと思い出しましたね。なんか、あの頃、こういうものしてたな、みたいな。なら良かったです。家族の思い出が。あとね、その、飯系で行くと、うん、その16階になんかその宝箱の場所があって、はい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 、16階って本当にエレベーターを置いて階段で上がらなきゃいけないんですけど、で行ったらその寿司がね、置かれてて、やった寿司だっつったら、その食品サンプルとか。宝箱の中身は須藤の大好物の寿司だった。大好物を目の前にしテンションが上がる須藤。しかし、マジで言ってんの？サンプルやん。あんなことしたんだろうね。面白いと思ったから、面白いと思ったからやったんだろう。いや、あれは本当に精神も肉体的にも本当にやられましたよ、うん、あれは本当に本当のえぐいで出ましたもん。本当のえぐいでか。ここまでするかと、この恐怖状態で、この疲れとまでここまでするかと思いましたけどね。こちらとしてもね、その、須藤さんも登ったら分かるんですけど、はい、こちらもそこにあの置かれてるというのが思ってるんですよ。いや、それ、言うんですけど、全然違うんですよ、精神状況。いや、こっちもきつかったですよ。こっちもきついですよ。なんか毎回言うんですけど、あなたたち、どんな心霊スポットでもなんか、スタッフになってこっちもきついです。こっちが一番きついですから。いや、ね、須藤さん、一回でしょ。うん、俺ら一回行って、セットして、うん、降りてお前が行った後にその回収もあるからね。一回行ってるから、ね。いやいや、そうね。まあだから、とにかくなんか映像的にもすごく探索要素がある、うん、ちょっとホラーゲームっぽい感じにはなってましたよね。うん、そうね。なんか、ここの時は確か、以前のその、あの2回で、うん、まあ、だいぶなんかその心霊スポットで始まって怖い回したら、いろんな訪問者来て結局お祭り騒ぎして終わりですみたいなののちょっとこう反省とか、うん、まあ、ありつつ、ちゃんとホラーとか、うん、この心霊として怖いを追求しようみたいな感じで、下手にそういうなんかチャラけた要素を抜いたっていうのはありますね。エンタメ性みたいな、怖かったんですか、ちゃんと、うん。さあ、ということで続いては、はい、ユーバリのゴーストタウン編ということで、おえ、なるほど、おえおえ、はい、これはちょっと他のやつとも系統違って、なんか心霊スポット生活かって言われると、なんか、うん、まあなんかゴーストタウン生活っていう感じなんですけど、夕張市の第一次産業の発展がさらに見込めることになるでしょう。なんなの、ここ。ここはあの、北海道の夕張市って言うんですけど、はい、ゴーストサウンドささやかれてるんですよ。よく見ないうちにだんだん廃れてっちゃったんですね。はいはい、見てた。うわあ、やばい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 。地理禁止の札が書かれてます。
丈夫ですか。せっかくだしちょっと女子便所でじゃあ。火災が発生しております。作業員4名と寮母の子供2名が焼死。うわすっげー、本当にダムになってんだ。あいたちもちょいこいてやってたら夕張見たくなるぞって言うんで、夕張が見せしめにされたのさ。大学生勉強してこいよ。こんなに変わってしまうんだ、地域も会社も産業も。夕張が、あるいは夕張だけじゃなくてこの一帯っていうのは、だけどこれってあと100年後の日本、今1億2000万円だと7000万円を切る、2100年、もうすでに起きた未来だ。住んでないもんな。そうですね、認めてないですからね僕は。誰も認めてない、ね、そうですね、お前のことは。どうお前、お前やってないからな。あ、やってないんですか。僕はやってます。じゃあ認めてないです。こいつもす。いや、お前とは違うな。で、まあゴーストタウンと呼ばれた夕張で、まあ、生活しながら、まあそのいろいろ調査をするという、はいはいはい、名目になりながら、なんか心霊スポットも回りつつ、はい、あとはそのなんかゴーストタウンの闇を探るみたいな、はい、なんて言うんだろうね、ああいうのは。なんかちょっとジャンルがわかんないですけど、まあ、半分ドキュメンタリーっぽくもあり、ネットフリっぽくね。あ、まあネットフリっぽいね。ネットフリにありそうだよ、なんか編集もこんな感じするんだよな。そうだね。あと一応そのなんか2チャンネルの掲示板を使って、それが軸になるみたいなね、のがあったんですけど、まあそれもでもなんか思ったよりそんなに盛り上がんなかったなっていう、まあなんかね、いわゆるその2チャンネルのそのなんていうの、考察が考察をどんどん生んでいくみたいな感じにあんまならなかったですね。まあこれだから始まるなんか経緯をね振り返ると、もともとは普通に1週間心霊スポットをやろうとしてたんですけど、やっぱりこう許可が下りないっていうところがありまして、まあ仕方なくこういろいろ回る形になったって経緯があるんですけど、最初始まる時にはなんか全然最後とか途中からどうなっていくんだみたいなのが割と本当に予想つかなかったというか、一番意外な感じで進んでったもんじゃないかなと思いますけど、まあこれだからちょっと年齢層高い人が好きって人がたまにいますね。そうだね、いや面白かったけどね。面白い。なんか特になんかその裏で動いてるじゃん、でなんか要はそのまあ岩田で調べてるけど、こっちもこっちなんか調べなきゃいけないわけだよね、街中歩いて。そうだ、話聞いたりとかしてて、そこで寺澤さん見つけた時とテンション上がったけどな。まあ確かに寺澤さんすごかったな。寺澤さんだからみんながなんか俺と別のとこでなんかいろいろ聞き込みとかしてる時に、そうたまたま見つけて繋げてくれたみたいな。あの犬の散歩してたから寺澤さんが話聞いたらガンガン出てきて、ほら明日ちょっと待って伺いに行ってもいいですかね、おーいよ俺そこに住んでるからって言って、で翌日ですから。すごいね、あんだけの資料をね借りて。いやあれでもなんか面白かったし、なんか YouTuber やってる感あったな、初期の感じをちょっと思い出したな、やっぱでも一番印象に残ってるシーンとしては、あの館長、名台詞あるじゃないですか。ああ、すでに起きた未来なんだよっていう、あれのこっちが持ってきた素材だからな。ありがとうございます。あれもあれ別にあれあそこに行ったら僕です。そうだ、ね、いやでもお前館長にインタビューしようって、インタビューしたらあなたなんなかったよ。俺らがインタビューしてそれずるいっす、それは来い来いってしたらすでに起きた未来だあのセリフを出したのは館長だし、いやあの場所を見つけたのは俺だから、抑えたのは俺だ、カメラで撮ってたのがお前らだっただけだもん。あれだってあそこのすでに起きた未来っていうところだけ切り取られてますけど、ちゃんとトータルして話聞くと、まあね、この先この先日本が人口減少してなるものがこの街でもう起きてるんだから、これがすでに起きた未来っていう、めちゃくちゃいいこと言ってんだろ。いやお前じゃないんだよお前その館長がすごいんだよ。いや俺だ言うと思ったのこの人なんか思ってそう、なんか思想ありそうだなと思ったからなんか引き出そうとしてたよね俺らも。俺らもしてたよ、なんかねしてたよね。あれカンペじゃなかったっけ。いや違う、カンペは行き過ぎだなんかすっごい引き出そうとしてたのは思い、おなんかすごい思い浮かぶな。あと松宮さんね、あー松宮さんね、勉強してこい大学生、あの出会いも良かったですね
厚宮さん、俺らあんま関係ないから厚宮さんはそう完全に野良で俺がゲットしたここのメンツと、安西、安西と相葉さんだね。で、なんか須藤は多分その調理担当みたいな感じだった。そうだね。サムちゃんの編集者サムちゃんの編集と、なんか、とりあえず来いみたいな感じで行ってて、なんか3日ぐらいはずっと宿にいたのかな。そっからずっと、ね、そう、そっから後半はずっと。後半マジでやっと来たって思ったのが、車でうんこ漏らしやがって。おい、なんだもん。車でうんこ、そんな大惨事は起こしてないよ。漏らしたのお前。いや、漏らしたけど、そんな大惨事、車を掃除するレベルじゃなかった。車でうんこって三度やん。誰ね。わかんねえだろ。中学校の頃同級生なんだね。しかも最後に、その、要はこの動画の最後に、うん、この7日間やってました。大グループでした。うん、最後に夕張で、要はその、人も来なくなったけど、その博物館でその、人を呼ぼうみたいになって、俺らのオフ会しますってなったじゃん、うん、その時にこいつうんこ漏らしてたんですよ。ノーパンだったんですよ。そうだ、ノーパン、そのそうだね、その本当にうんこ、本当に出ちゃったんだ。緊張しちゃったのかなオフ会に。はい、本当に出ちゃった。あの日本当に多分尻が多分結構多分緩かったんだろうね。しかも俺パンツをコンビニで処理したんですよ、うん、袋に入れて、うん、で、ゴミ箱に入れて、セコマと、セコマの、かわいそうだな。すいません、あの袋だけ一枚くださいって全部言えよ。袋だけ一枚くださいっつって袋持ってトイレ行きましたけどね。なんか印象に残ってるシーンありますか。いやーだろうなーってまして、俺はでもやっぱ寺澤さん見つけた時と、うん、寺澤さんがの犬が逃げて奥さんに切れてる時なんて。あ、離したら離れちゃったんだね、勢いで。なるほど。なんで話しちゃうんだよって。普段こんなそうな人がちょっと怒ってたからな。心霊で言うと、やっぱあれは怖かったけどな、日高夫妻。ああ。家。献金殺人の。家もなんか雰囲気怖かったし、あとあの、まあ、確かあの小学校も怖かったな。小学校あれちょっと盛りすぎてね。あれやばかったな。あれまあ心霊関係ないんだけどね、あのね、熊のね、足跡があったの。うん、あれ見つけてもちょっと震え上がっちゃってね。確かに、ビビったの。いや、怖かったね、あれは。お前、でもいなかったでしょ。いや、お前たらうんこ漏らしてる。おい、俺そんなうんこ漏らしじゃねえんだよ。これはね、ちょっとね、もうね、なんかエモさで覚えちゃってるんだけど。かき氷屋のおっちゃんのお店がね、本当にあいつか俺好きなんだよね、あの大岩出身のね、かき氷屋、ね、そう、あのね、あそこに岩田と二人で行ったんですよね、僕カメラマン役なんで。最終日、そう、最終日かな、ね、うん、あの時もう何もないところにちょっと行ったら、そのなんかそのなんか商店街みたいな、ちっちゃいみたいな、昔その炭鉱の人が働いてた時にめっちゃ賑わってた商店街で、今はもう全然なんかもうやってるけど人あんまり来てない場所なんだけど、すっごいエモく感じて、なんか知らないけど感動覚えたんだよね。そんなの食ってるから腹壊すんだよ。違うって僕も 3時間前ぐらいだな。違う、あの後にもこかなんかカレーうどん食べたな、カレーそばみたいな、あ感動なかったな、俺一番撮影で思い出あるもんな、まあ、確かにエモさはね、あるんだよな、あそこそうあるね、セイコーマートしかないのよ、うん、セイコーマートっていうの北海道限定のコンビニがあるのよ、うん、そこしかもうほぼなんかそこが繁華街なんだよね、もう夕張の、うん、そうね、あの手のあの駐車場の前にいるのめっちゃ覚えてるもん、うん、でもなんかその千と千尋あるじゃん、うん、あれあの千と千尋の感覚が俺の中でゴーストターンであって、うん、なんかあのトンネルみたいなのあるじゃん、うんうん、一応あれがなんかこの今生きてる世界とこう分かれてされると思う、だからその館長とか寺澤さんとか松宮さんみたいな人が、うん、まあ、その現実の世界で普通に生きてる人っていう感覚というよりは、うん、なんか自分の映画見た映画にいた登場人物みたいな、うん、ちょっと別世界観がなんかあんだよ、あの世界にいる人たちみたいな感じは確かにな、で夕張の起きたこととか、まあ、実際に現実で起きたことなんだけど、ちょっとなんかねタイムスリップしてたというか、なんかちょっと別世界に行ってたみたいな感覚が今思い出すとありますよね。ちょっともうちょっとしたら行ってみたいなと思うな、やっぱあそこ、うん、てかなんか全然そのめっちゃ年取って行ったりとかして面白いよね、うん、あとあれだな、でも心霊で言うと病院やろいっす、ああ行ったね、あの時の訪問者みたいなやつらが、うん、多分過去一行かれてたんじゃないか、あいつらガチでやばかったな、消火器投げつけたりしてたから倫理感ゼロだったんだよな。おっ、びっくりした、うわー、やばい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 、ガチでやばいやついるやん、北海道のやつやっぱやめんだよな、確かにな、
ということで、そこからついにラスト、はい、これここからね、日本の心霊スポットの許可が取れないということから海外に出向くという選択肢を取ることになるということで、すげえおしっこ漏らしか確かに。それではじゃあファイナルに移りましょう。はい、ということでついに、ラストですね、1週間心霊スポットファイナル、メキシコの人形島編です、うん。いやなんかこう何年か経ってここでやるんだっていう確かに感じですよね。まあやまあやばいやばいやばいあっんぽこちんぽこんぽこちんぽこんな感じで、肩に背負ってえ、西尾どやっぱお前らかだからまた僕ですかっていうのは結構僕の感想ですよ。まあ確かにね、まあ最初に確かにね、最初の新年生活、うん、僕から始まったっていうのありますし、うん、まあ、終わりもなんか西尾が綺麗かなみたいな、うん、まあ、分かるんですけど、うん、ちょっと2回目はちょっと予想だにしてなかったですね。まあね、確かに。でもやっぱりでもなんか心霊といったらやっぱ西尾、うん、っていうのはやっぱありますよね。これだってあの冒頭のシーン僕のこと騙してましたよね。まあそうだね。てかもう視聴者的にもグループ的にももうドイタニだろうって、うん、そうよなってたんで完全に。おだしドイタニっていう感じでほぼなんか動きかけてたみたいな、そうよ、うん、感じなんですけど実は西尾さんだったと。うん、やらしきゃいいじゃないですか、うん、まあそういう意見もあるんだよな。うん、やればいいじゃないですか、やればいいじゃないですか。まあまあまあそう言いたい気持ちは分かる。ごちょ強いなお前。まあ言いたい気持ちは分かるけど、まあもうでもお前なってたんだもん。まあなんとなくその、はい、なんか逃亡とかの主役っぽいじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ僕とかって、いや僕でもやりますよ。で逃亡だとちょっとなんかね、西尾さん須藤さんちょっと違うじゃないですか。なんでだよお前、あ死んでるかもお前俺。そうなった時死んでやっぱなんか西尾さんの同票お前飛び道具的な感じだよ。死んでるやつ本当にね、まさか人形島っていう次は世界一ですか。そうだよ、これはもう、うん、本当に名実の世界一というか、うんね、俺らもなんかこの話が出る前からなんとなくちっちゃい頃テレビに見たりとかでなんか知ってるもんね。そうだね。でなんか最初初代やった時に岩田がなんか初代の世界でやったら面白いねみたいな話もしてた気がしたんですよ。あでなんか人形島ってのがあるらしいみたいなことは、うん、なんか最初1年の時ぐらいなんかボソって言ってた気がしたんですよね。あ確かに。だからまさかね、確かに実際に行くとはね、すごいよね。こう本当になんか地元のね友達とね、地元の一番怖いとこ行ってワーキャーしたやつらが世界一のところで、え全然エモくないですよ。エモいよ。いやいや怖いでしょ。嫌ですよ。しかも初めてねブルーレイとか出したりとか、確かにして、結構こう僕らとしても初めてなんか一個企画のランクが上がったし、うん、まあもちろん費用とかもすごいかかったんですけど、まあそこはちょっとやっぱすごかったですよね舞台として。そうだね、本当に何なんですか、あのまず場所メキシコのソチミルコの中のなんか変な一角にある島あるわけなんですよ。そうなんだよね。まあ本当に本当にねずーっと船で行くんだよね。そうなのよ。なんか今までのその心霊の場所ってやっぱまあなんかその広大な土地のなんか自然のところにちょっとあるみたいなイメージだったんですけど、まさか島とはね、うん、その周りあってもほらもう湖というか川ですから、うん、もう逃げ本当になんかあのマジで逃げらんねえなと思いましたよね。確かに文字通り。でこれそのね現地のそのロケ班というか下見みたいなの僕らは行けないんで、うん、その初めてこうコーディネーターみたいな人、あー確かに、まあ、これ加瀬さんっていうイテ Q でもやってる、まあ、動画にも出てるんですけど、加瀬さんにいろいろやってもらってる時にいろいろこの人形島を調査していく時に、この本当の人形島がぶっちゃけどこにあるのかがなんかみんなあんま知らないらしいみたいな話になって、まあ、というのも本物の人形島って1時間半ぐらいその船で行かなきゃいけなくて、で向こうの船ってそのこう手漕ぎみたいな、なんかね棒みたいに突っかえて1時間半行くのがめんどくさいと、うん、だから観光客あんま知らないから、そのなんか30分から1時間ぐらいのところに人形吊るした偽の人形島を作ってみんなそこに連れてって、あここが人形島ですよって言って写真とか撮って返すと、うん、っていうこのなんか、ま、悪どい商売がかなりそのなんか横行してるんだみたいなね、はいはいはい、っていう話があって、あじゃあそれは面白そうなんでちょっと動画の展開として使いましょうっていうのが、まあ、あの最後のラストのオチみたいな感じになっていて、
だから西尾が本物の人形島でやってる裏で、まあ、須藤と加藤が1週間生活すると、でそれは土井谷がやるみたいな感じで、なんか本当に総決算というか、今までの心霊やってたスターたちが全員こう集結してるっていう感じで、なんかすごい綺麗な感じでしたよね。本当に文字通りファイナルですか。ファイナルでしたね。やっぱ僕が印象に残ってるところで言ったらやっぱおもらしい。あー忘れてた、そうだ忘れてた。マジ？は？え？昨日言ったような通りで。嘘でしょ。もう今年25だぞ俺。持ってるなと思いますよね。その怖くておもらしするって、その確かにそんなことあるんだっていう。あ、じゃ怖くておもらしじゃなくて寝てたらおもらしですね。いやそのだから、ね、怖い場所で寝てるから、うん、そのおもらしちゃうみたいな。目の前のその心霊現象とか来て、怖い怖い怖いやばい、ブシャーじゃなくてビビったわけじゃない。そう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 、まあ、怖くてトイレ行けなくて、まあ、寝ちゃうから寝たら漏らしてたらあれなんで、その言い訳で守れるくらいはないっすよ。おもらししてるんで。だからね、そのやっぱそっちの方ではないよっていうことがね、ちょっと伝わればなと。まああとは記憶から忘れてください。あとあれっすかね、メキシコっつったらやっぱ僕のギャグも生まれたというか、うんぽこうんぽこうんぽこぐぐ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 どういったのありますか、別にあっちでもいいですよ、裏でも。確かに。あ、いやだからその要は偽物って俺は知ってるわけで、うん、須藤と加藤、そしてあそこに来るやつは知らないわけよ。そうだね、それ来るやつも知らないのか。めちゃくちゃ返そうだったけどね、金払わされて家族に来て、うん、うわーとか言ってるけど。偽物なんだよなと思いつつ、でも思いつつ、ね、須藤と加藤いるから言えないし。で、あとあれだな、なんかスラム街みたいなとこ行ったんだよな。あれ行ってたね、街に。それは結構怖かったな。あ、メキシコの街。そう、本当に危ないもんね。本当にね、危なくてね、本当に危ない映像撮れたんですよ。クレイジージャーニーみたいな。で、帰ってきた時に加藤がマジでキレてさ、お前が行けよってつってさ。メキシコだから行く前から、うん、もうメキシコって本当に治安悪くて、うん、その警察も信用できない。警察もそっち側みたいな、ね、警察もギャングになんか買収されてるからみたいなの言われてて、本当に気をつけてみたいな言われてたんで、外出ちゃダメって言われてたの夜。そうだね、ホテル付近でも、うん、みたいなとこで、だからかなりあ、そのロケハンにみたいな感じで街中を見せてもらってたの、そのコーディネーターの人の車で、うん、でちょっと路中してたらもうミラーなかったよ。どういうことですか。いやそれを盗んでいくのよ、ミラー。え、カーブミラーを。そう、金面のものだから。金面のもそうだね、サイドミラーをもうそのままガシャって取って、ダムドスって感じのコードだけ出てんだよ。そのコーディネーターの人もいやちょっとな、路中するとなみたいな感じだったんだけど、うん、いやまあ1分ぐらいで大丈夫じゃないですかって言ってたんだけど、帰ってきたもんなくて気まずかったって。しかもその帰ってきて気づいたわけじゃなくて、運転しててこうサイドがあれねってなってたの。転線みたいなのもなったと思うんだよ。まあでもなんかこのファイナルで、これまでなんか心霊企画っていろいろこう紆余曲折あって、うん、なんか例えば最初の方とかってもう訪問者とかが来まくって、後半がなんかこうバラエティー化してきて、うん、ホラー要素がなくなっていくみたいな。確かに。一方須藤の時とかってなんかそのもうホラーに全振りみたいな、うん、お笑いほぼなしみたいな。でなんかゴーストタウンとかだとなんかその場所をこう深掘っていって歴史を探るみたいな、うん、なんかその辺の要素がうまく人形島は全部入ってて、うん、昼バラエティあったりとかなんか歴史があったりとか、でも夜はちゃんとホラーとして怖いみたいな、なんかこう構成的な観点でも集大成って感じですよね。うん、終わったね。はずだった。まあ、はずだってやだな、あれも。俺今度やってみたいのは、はい、そのもう一回原点じゃないけど、はい、やっぱ日本の心霊スポットでリアルタイム投稿をもう一回やりたい。あで訪問者もなんか来れるみたいな感じで、うん、今やってみたらどうなるのかな。今相当すごいんじゃない、まあ、めっちゃ来るとは思うけど。もうそうだし、動画もすごくなんじゃない、クオリティも。
まあそうだね、その一言は思えない。いやどうなんですかね、どうせ100人ぐらい集まってオフ会みたいになって、なんかその集まってきていろんな曰くとか、うん、集まったからこそ起こるなんかことがあったりしたらすごい面白いなと思う。あ、俺でもそれで言うとあれだな、今まで行った箇所に行って、そのあの時のその訪問者と同窓会サブで、あサブっぽくていいね、連絡できるかな、近藤さんとか、近藤さんもそうだし大泉もそうだし、うん、続いていくので、はい、ぜひ、グループよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。ありがとうございました。